ビ。気をつけてください。令和元年分から佐賀市の申告解除、つまり佐賀市役所、支所、公民館では富士、三瀬を除いて確定申告の受付はできません。確定申告が必要なあなた、税務署でお願いします。今日の佐賀市テレビは令和2年度市県民税申告の話題です。2月3日月曜日より受付スタート。それが市県民税の申告。申告に必要なものは市県民税申告書に印鑑、マイナンバーカードや身元が確認できる書類です。マイナンバーカードを持っていない方は番号確認書類と免許証など身元確認書類が必要です。プラス令和元年中の収入を証明する資料、さらに生命保険料の証明書など控除に関する資料が必要になります。市県民税の申告ができる会場はご覧の通りです。お住まいの地区に関係なくどの会場でも市県民税の申告ができます。ただし会場によって受付日程が違いますのでお気をつけください。市県民税の申告は3月16日まで。駐車場や会場周辺は大変混雑します。会場へお越しの場合はぜひ公共交通機関をご利用ください。高園さんもね。私は大丈夫、郵送で申告してるから。郵送での申告は便利ですよ。お問い合わせは0952-407062まで。気をつけてください。佐賀市の申告会場では富士、三瀬を除いて確定申告の受付はできません。税務署でお願いします。